そのあたり光獣金々混猛せられ候によりて一流歓迎の趣荒々筆を染め候およそ浄土真宗の門下たらん人々はまず外には神器を守り紅葉を本としまた諸神諸仏をかろしめず諸宗諸法をそしるべからず必ず天下の聖金国主の八刀を持って胸とすべしさて根性は一旦の不祥なれば吉凶家福心にとどむることなく自力迷信を翻し諸前万行に関わるべからずただ千寿千年に御大一仏の悲願にすがりこの仏のお名をよく修辞すべしそのゆえいかんとなればすでに大教の参拝にも自力増善を捨てて一向千年無量寿仏と説き祖師の釈門には万全自力変厳宗円満特合感染症とありてすなわち名号を聞けば主上の往生さらに疑いなしさればこそ第十七の愚願には十方世界無量の諸仏にこの名号を三段せられんと誓いたまえりもしこの誓願ましまさずば名号の徳用いかでか十方に聞こえんやゆえに一切主上御田本願の名号を聞き新人歓喜の思いに従するはこの本願の力ないまた第十八願の新人というもこの六字の姿なりと落挙すべしまず南無というは願なりこれ御田如来に奇妙する心なり次に阿弥陀仏とあるは行すなわち頼む気を助けたもう行体なりさればかように願行具足し仏心凡心一体の覚悟になりなばその身のシャバにあらん限りは猛公職者心不体とて光明正午の役に預かるゆえに不体の位に定まり臨終の刹那に至りては速やかに浄土往生を遂げ無下自在の悟りを仏体より与えましますべしかかる不思議の本願に記入し安心自浄の輩からは行住座がを選ばず辞書書縁を嫌わず億年称名せられそうらわんこと寛容に候これすなわち仏頓法人の務めたるべきものなりあなかしこあなかしこ元和元年王正十三日若女摂州十三日公寿へ。